皆さんこんにちは、マリーです。いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は日本人が大好きなお風呂についてお話ししたいと思います。皆さんの国では自宅にお風呂が常設されているのでしょうか。私のイメージでは海外の家はお風呂がある家自体が少なく、シャワー室があるイメージですね。またはお風呂があっても基本シャワーしか使わない、そんなイメージです。日本の家はというと、ほとんどの家にお風呂はついています。まあ、中にはとても安いアパートの場合だとお風呂がついていないところもあります。まあ、しかしその場合は銭湯と呼ばれる共同浴場が近くにあったりするので、お風呂に入るために銭湯に通ったりします。また日本の家にシャワー室があるところは珍しいかもしれません。お風呂場にある、洗い場にシャワーはついているんですけれども、シャワー専用ルームのような場所がある家は一般家庭では見かけないと思います。日本人はお風呂が大好きというイメージを持っている方も多いんではないでしょうか。確かに毎日お風呂に入る人も多いですし、共同浴場もたくさんあります。さらに岩盤浴やサウナ、温泉やアミューズメントパークのような共同浴場もあったりします。昔私が住んでいた都内にはビル1棟がすべて共同浴場に付随する施設という場所がありました。そこは地下1階から地上5階のフロアには男女各浴室、岩盤浴、レストラン、エステやマッサージ、レストルームが入っていて、館内着を着たままもう好きな場所に行って過ごしていました。月に 1,2 回は仕事疲れを癒すために通っていましたね。共同浴場やこういった施設についての深掘り動画はまた後日アップいたしますね。とにかくこういう施設が存在するぐらい日本人はお風呂が大好きなんだと思います。さて、そんな日本人のお風呂の歴史について少し調べてみました。お風呂の始まりはなんとサウナからだったそうです。自然の洞窟や岩屋を利用した蒸気浴が始まりだそうです。火山島だからこそこのスタートって感じですよね。入浴するスタイルは6世紀の仏教渡来とともに中国から来たそうです。仏教ではお風呂に入ることは七病を除き七福が得られる行為と説かれていたため、当時からすでに入浴は健康に良い行為だと解釈されていました。そのため体を清めるための浴堂が各寺院に作られ、一般庶民にも開放していたため入浴という概念が広まっていったそうです。本格的な公衆浴場の発祥はなんと平安時代の奈良、その後時代は鎌倉時代、室町時代と進み、鎌倉や京都に町湯と呼ばれる湯屋ができたそうです。ただこの頃はお金のある権力者は自分専用の風呂を持ち、貧乏な公家が町湯に入っていたそうです。毎日お風呂に入る習慣が私たちには染み付いていますが、この習慣ができ始めたのが江戸時代の頃だそうです。この頃に純粋な公衆浴場としての銭湯、こちらが町に普及し始めたんだとか。確かに江戸時代の浮世絵には共同浴場の絵が多数見受けられます。ちなみにお風呂の浮世絵は
外国人の方にも大人気の図柄の一つなんですよ。銭湯は朝から晩まで営業していて、値段も安いということもあり、銭湯ができ始めると江戸っ子と呼ばれる人たちを中心に絶大な人気が出たそうです。この江戸っ子とは、江戸で生まれた生粋の江戸の人のことを指します。またさっぱりとした気風や歯切れがよく、銭使いが綺麗で、反面浅はかで喧嘩っ早いというところが特徴とされるそうです。そんな江戸っ子を中心に一日に何度もお風呂に入りに行く人もいたそうです。また銭湯の2階にはくつろぐスペースがあったそうです。もしかすると今の私たちよりもお風呂好きが多かったのかもしれませんね。ただこの銭湯があるのはにぎわった町が中心です。田舎の農村などには銭湯がないため、頻繁にはお風呂に入れません。そのため蒸し風呂を使っていたそうです。当時は密閉された風呂釜の中で少量の熱湯を沸かし、自分も釜の中に入ってこう蒸気で体の汚れを落とすというスタイルだったそうです。ただこの蒸し風呂は、薪が必要ですし、お湯を沸かす手間も必要です。そのためおそらく毎日入るのは厳しかったんではないでしょうか。現代のように一般家庭のお風呂が普及したのは昭和頃からだそうです。水道やガスといったインフラ環境の整備が進んだことにより、自宅でも手軽にお風呂に入れるようになったんですね。ちなみに日本の変わった税金の一つに入湯税があるんです。これは1947年に銭湯や温泉施設といった浴場への入湯に対しかかる税金だそうです。ちなみに現代の日本のお風呂についてです。私の自宅のお風呂は普通のお風呂なんですが、最近のお風呂はすごい機能がたくさんついているそうです。浴室テレビは当たり前のように普及していますし、音楽鑑賞、ジャグジーや水中照明、乾燥機能、ミスト機能、流すだけでお掃除機能がついているもの、プラネタリウムもできるお風呂があるとか、もう自宅のお風呂がまさにアミューズメントパーク化していますよね。さすがにそこまでフル機能付きのお風呂、これは珍しいですが、それでも一般家庭でも気軽にお風呂を楽しめる方法があります。おすすめなのは温泉の素と呼ばれる入浴剤です。これは温泉気分を気軽に自宅で味わえるという優れものなんです。スーパーやドラッグストアなどなど、いろいろな場所で手に入れることができます。今回私はサンドラッグという、日本でも有名な薬局屋の一つで実際に入浴剤を買いに行ってきました。ご覧の通り、たくさんの種類の入浴剤が売っています。この写真に写っている範囲の商品すべてが入浴剤です。すごい種類ですよね。この中からどれにしようか選ぶのも一苦労ですよね。値段も様々です。今回購入を検討したのが、薬局がおすすめしている EU 旅立ち濁り炭酸湯から選ぶことにしました。税込み305円と税込み437円のものがありますね。青いパッケージのものは夏向けの入浴剤のようで、湯上がりさっぱりとあるので、
まあ、ひんやり効果があるのかもしれません。香りがラムネというのも気になります。しかし今回購入したのは安い方から2つ選ぶことにしました。有名な温泉の名前がいくつか入っていたのでこちらにしました。また入浴剤コーナーの横には別の入浴剤コーナーがありました。これ写真見ただけでわかりますかね。これは入浴剤が1つ入っているんですけれども、お風呂に入れて入浴剤が溶けると中からフィギュアが出現するというものなんです。フィギュアの種類はいくつかあって、何が出てくるかはお楽しみという入浴剤ですね。これは子供が喜びますね。箱の入浴剤に比べると一つでだいたい2ドルから3ドル程度するので、まあ、少しお高めです。まあ、せっかくなので今回一つ購入してみました。カゴの中に入っているのはそうです、世界的に大人気のポケモンですね。さてこちらが今回購入した商品ですね。にごり炭酸湯シリーズからは安らぎの宿、別府、城崎、箱根、蔵王の湯が入っています。そしてぬくもりの湯、湯布院、道後、草津、登別の湯が入っています。で、1箱に16個の入浴剤が入っています。効果は疲労回復、冷え性、肩のこり、汗もや湿疹、荒れ症、ニキビ、腰痛、神経痛、痔、リウマチ、霜焼け、ひび、赤切れとなっています。温泉成分配合で炭酸ガスの入浴剤です。そして変わり種としてポケモン温泉の素を購入しています。フィギュアは、まあ、実際温泉の素が溶けてからでしか何が入っているか分かりません。中にはビニールに包まれたこの球体のような入浴剤が入っていました。使用するときにはこのビニール袋を外して使用するようです。形がなんか丸いなと思っていたら、これはポケモンを捕まえるときに使うモンスターボールの形だったんですね。これは子供が喜びそうです。では実際にお風呂に入れてみましょうか。まあ、私もちょっと初めて使うのでドキドキしてますね。我が家のお風呂場に到着しました。ちょっと映像が見づらかったらごめんなさい。実際に入浴剤を入れてみますね。まあ、意外と重さがあったので一気に沈んでいきましたね。思った以上にシュワシュワとしていてびっくりしました。今回の入浴剤はマスカットの香りだそうです。色も綺麗な緑色ですよね。香りも温泉といった香りがとってもいいですよ。意外と時間がかかるなと思っていたら、いきなり黄色い物体が飛び出してきてびっくりしました。こういう感じでフィギュアが出てくるんですね。これ何のフィギュアですかね。ピカチュウ
まだちょっとついてる温泉の元を拭ってみると、これどうもサンダースというキャラクターのようですね。意外と造形もしっかりしていて、まあ、とっても可愛いです。温泉気分も味わえ、可愛いフィギュアも手に入り、この後はゆっくりとお風呂に浸かって疲れを癒しました。このように温泉の素を使ってお風呂に入る家庭はとっても多いんですよ。自宅で気軽に有名温泉を味わえるから人気なんですよね。どうでしたか？皆さんの国のお風呂事情と比べては全然違いましたか？ぜひぜひコメント欄であなたの国のお風呂事情を教えてください。この動画が良かった方はグッドボタンを、次が楽しみな方はチャンネル登録をお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。